海上自衛隊の新型護衛艦もが、2型護衛艦の建造がハイペースで進められており、6番艦の阿賀野が進水し偽装中とのこと。日本の海を守る護衛艦が、毎年2隻ずつ就役していきます。今回は、この護衛艦の最新型である秘密について見てみましょう。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊の新型護衛艦、もが、2型の建造がハイペースで進められ、2022年3月に、2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、そして、年末の12月に、3番艦の城が就役を果たし、日本の海を守る一員に加わりました。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の、三熊、年末の12月に、5番艦の矢作が就役を迎える計画となっており、6番艦の阿賀野が、2024年3月に就役を迎える予定で、矢作と阿賀野は、三菱重工業者中崎造船所において、現在進水し偽装中です。も、が2型護衛艦は、1年で2隻ずつが継続して増加していく状況となっています。当初22隻の建造が見込まれており、収益から40年間の運用が想定されていましたが、防衛省は新型の FFM の建造は12隻と公表しています。ちなみに、もが2型護衛艦の名前には日本国内の河川の名前が使用されています。もが2型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としてこれまでになかった FFM という新たな艦種記号を冠されているが、これには艦艇の規模を示す。フリゲート艦の意味と、多用途嫌いを指し示す意味があると解釈されています。FF は、フリゲート艦を意味し、艦艇の大きさは、駆逐艦よりはやや小さく、コルベットより大きい航洋護衛艦を指し、対潜、防空能力を有しており、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務です。そして、機電のマインと多機能性を意味するマルチパーパスの頭文字 M を合わせた新たな艦種記号で、これまでの対潜、対空、対艦における任務以外に嫌い機能が導入されました。これまで掃海艦艇が行ってきた対嫌い戦能力まで任務するということです。海上自衛隊では、これまで護衛艦の位置づけを諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様にしてきました。そして、海上自衛隊では、汎用駆逐艦からヘリ空母と呼ばれるような大型の艦艇までもまとめて、護衛艦と呼んでいます。海上自衛隊の艦種記号には数種類あり、例えば混合型護衛艦のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージスシステムを搭載したイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッドミサイルの G をつけて DDG としています。そして、出雲、片や、ヒューが、型護衛艦のように、広大な全通飛行甲板を有し、ヘリコプターを運用する能力を備えている護衛艦には、ヘリコプター搭載護衛艦、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、秋月型護衛艦や、村雨型護衛艦などの汎用型護衛艦 DD より、やや小ぶりで、近海、沿岸海域の防備を担って活動している、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールとの E をつけて DE という艦種記号がついています。近年、海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となります。も、が2型護衛艦、FFM は、2013年12月に公開された25大綱によって、新型護衛艦の構想が明らかになりました。こうした新型護衛艦の建造は、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替え、増強を図ることを目的としながら、また、中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、今後、海上自衛隊は、
ますます激しさを増すことが予想され、南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化することが求められ、FFM という新監視の藻が、味方が計画されたのでしょう。設計当初、藻が、味方護衛艦の船体は、多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。しかし、2015年の研究開発の時点では3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。もっか味方護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ9.0 メートルの規模を誇り、世界的なフリゲート艦としても、大柄な艦となっています。もっか味方護衛艦の機関方式は、海上自衛隊の護衛艦として、初めて、ガスタービンとディーゼルを併用した複合ノドタグを採用し、通常時は、ディーゼル、加速時や高速時は、ガスタービンを併用しています。ガスタービンエンジンは、ロールスロイス社の MT30 を1機、ディーゼルエンジンは、MAN 社の 12V283-3D を2機搭載しており、軸出力は7万馬力を発揮し、速力30ノットで航行します。また、藻が、味方護衛艦は、従来の艦艇に比べ、大幅にステルス性を考慮した設計になっており、レーダー反射眼面積 RCS の低減を意識して、主船体や上部構造に傾斜角がついており、全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びています。さらに、上甲板の配置は、従来の艦船にある魚雷発射管やミサイルなど、電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は、上甲板に設けられていた暴露部の通路が廃止されています。このように、藻が、味方護衛艦は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の高い形状となり、船体のカラーも、低したため姿勢を重視した灰色で、レーダーに映りにくく、徹底的にステルス対策された護衛艦となっています。日本周辺の藻が味方護衛艦と同規模の艦艇を見てみると、中国海軍の 054A型と呼ばれている航海2型、ジャンカイ型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲート22350型フリゲートがあります。2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートのネームシップである1番艦のアドミラル・ゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられました。この、極超音速兵器のツィルコンについて、ロシアは、射程距離で 1000km 以上、飛翔距離はマッハ9以上のために迎撃は困難であると主張しています。ロシアのプーチン大統領は、アドミラル・ゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行することで、ウクライナ戦争で対立しているアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して牽制する狙いがあったと思われます。ツィルコンを搭載したアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が135メートル、全幅が16メートルの規模でありもが味方護衛艦と大きさの違いはほとんどありません。しかし、海上自衛隊のもが、味方護衛艦とロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの大きな違いは、その主兵装で、前者が、最大で、VLS 垂直発射艦を16セル搭載可能で、後者は、倍の32セルを装備しているということです。もっか、味方護衛艦は、兵装の面から見ても、その特徴は、水上戦闘艦として重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦であるというところでしょう。そのバランスの取れた兵装について、ですが、対空兵器としては、シーラム近接防空ミサイルシステムが1機、
62口径5インチ砲 127mm 単装砲1機が搭載されています。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われます。そして、対艦兵器として、一蓋式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発、運用されている、一7式艦対艦誘導弾 SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、さらに、日本の海上自衛隊で調達、運用されている遠隔操作式の無人重火砲塔 RWS の水上艦艇用機関重火遠隔操作型の 12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しています。対潜兵器としては 324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。このように多くの任務をこなせる最上型護衛艦ですが、乗員はわずか90名と少なく毎級とされる阿武隈型護衛艦の乗員は120名で、もが、身型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに、省人化が図られており、省人化に伴って、もが、身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が乗艦している間は、残り、1組に休養を取らせるという交代制のシステムで、定期検査や修理などに対応しながら稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されるというわけです。今後、少子高齢化傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても必要数を充足させることは容易ではなく、そういったことを見越し、消費化を実現した初の護衛艦となっています。もが身型護衛艦の今後、建造される艦のすべての偽装が同じ時期になるように計画されており、これは海上自衛隊でも初の試みだということです。日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が2点3点する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でもかなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主幹になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、
ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 にはオプションとして石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本がどうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI 石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも高圧タービンは低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから具体的温度はわからない。でも EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力 30% 割増し。当然、バックには、ハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は、正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょ。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで、日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期、戦闘機用エンジンシステム、その1、で、契約相手は、IHI で契約金額は158億円。2022年度は、同じく、その2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり、IHI、契約金額は164億円です。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールス・ロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外にどの企業が IHI が設計したエンジンを製造するというんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で摂氏 1800°C 以上を叩き出したんだけど、 EJ200 戦闘機のは摂氏 1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、
それぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールス・ロイス社は自前のエンジンをつけられるならやっぱりつけたいでしょうね。となったら、日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は日本に作ってもらうかの二択でしょうね。 EJ200 のタービン入り口温度って今は一体何度なんだ。ロールス・ロイス社は旅客機用のトレントエンジンでも爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな。解決策として日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。 じゃあ EJ200 って何度なんですかね。イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、 XF9K 以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だってドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期、戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールス・ロイス社が作ったものだった。要するに、ロールス・ロイス社が自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールス・ロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は。日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ最初の飛行隊となる臨時 F-35B 飛行隊仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで今回は配備にベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の監視資格に魔改造、伊豆、モノ第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。
衛省は2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊仮称はその任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないフレムシップ機の99機を後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。その導入される F-35B は航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される初のストブル戦闘機であり、また必要に応じて海上自衛隊のいずも型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルへの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省において岸元防衛大臣と面会し、F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから、臨時 F-35B 飛行隊仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊が、その所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である、鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、 F-35B は短距離離陸垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えてリフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンを駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊は、これまで、艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、いずも型護衛艦で F-35B を運用するためには、これから、海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、いずも型護衛艦の2番艦である加賀は、2021年度に、1番艦いずもに先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも大きな役割を果たすと期待されている。
いずもは、2021年10月に、F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、いずも型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も、南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は、有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは、中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では、着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は、有事の際、基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため、2021年度からは、航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言で花井ニュータバル基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは、馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は、出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も、低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である、離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地、通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として、航空基地攻撃能力は、南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて、策を打っておかないといけません。やがて、海自の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと思慮する。
防衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本が、アジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲等のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で撃ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を撃ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに日本以外でもアメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では、昨年2022年末に、海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に、2023年度分の防衛予算に、238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くも、この投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず、小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に、中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は、第一段階の小口径であったと考えられる。日本では、レールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの二つの用途で実用化を目指しており、現時点では、2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になるとみており、その特性を生かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速 1750m ほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速 2300m 弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。
個人的にはいかにレールガンの弾丸が高所速とはいえ飛来する敵のミサイルを迎撃するためには弾丸自体は未誘導であると思われるため敵ミサイルの軌道をいかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は今後ますます高速化が予期される極超音速兵器をいかに捕捉するのか等しレーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高所速を生かした昇降系ながら比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題個人的には若干の違和感を感じていた。しかし、これは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに習ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能に電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点はこれまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ長射程高威力を実現させる。これがレールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても極超音速に到達する速度で弾丸を発射可能で、かつ電力の調整でその性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなればガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が出だしから高い出力を発揮できることを想起させる。また、通電させる電気の量を調整することで、弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは、口径 40mm、全長約 6m、重量約6トンの砲自体から、全長約 160mm、重量約 320g の弾丸を、総エネルギー 5MJ で、8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。40mm という口径は、現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が、主として76mm や 155mm であることに比すれば、まさに、艦砲というより、機関砲に近い小口径であり、
効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものがどの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。